志村さん、宮島真一です。ミストリーです。さあ今回ですね、もう張り切ってます僕は。よいしょ、いく、いく。なんかいつもよりうるさい感じがする、見た目的にうるさい。これな、まあそうね、なんかうるさいね。なんかうるさいチカチカする、ごめんねみんな。でもなんだろう、バスケットボールが似合わない。ちょっと待って。俺結構そんな風に言われますけど、まあ結構オールマイティー動けます僕は。マジポンゲ、マジマジマジ。もうサーフィンやろうかなと思ってます。コタの裏側にゃん。やってきました、ここミュージックタウン大戸市場。今日ライブがあるらしいんですけれども、ライブはライブでもちょっと違いますよ。スポーティーなライブです。そう、クロスオーバー、なんでしょうそれ。行ってみましょうか、レッツゴー。ワーカーフクロスオーバー、明けましておめでとうございます。さあ、沖縄の新たなバスケットボールエンターテインメント、ストリートボールリーグクロスオーバー、16人のボーラーが己のプライドをかけ最強という称号を目指して繰り広げるバトルロイヤル、レッツゴー。さあ、ニューカマーの活躍見ててくれ。バンドバンド、また今シーズンも絶好調。おお、激しいぞ、渡る渡る沖縄シリー。さあ、キーマンのお二人にお話を伺いたいと思います。ちらっとね、噂は聞いてるんですよ、クロスオーバー。はい、クロスオーバーです。スリーオンスリーってなんかみんな知ってると思うけれども、これクロスオーバーってなーに。個人で争うバスケットボールリーグですね。はい、じゃあ 3on3 の形だけども、はい、ちょっと違うんだね、その辺。はい、ちょっとシステムがちょっと特殊で、うん、ランキング個人ランキング制になっておりまして、はい、年間チャンピオンは最終的に1人しか出ないという形になってます。スポーツエンタメとも聞いたんだよね。私はバスケとエンタメと沖縄が全部混ざったイベントと思ってるんですけど、もう全部の要素が入ったイベントなので、エンターテインメント性もすごいあるイベントになってます。ストリートバスケットのイベントなんですけれども、僕ダンススタジオも経営させていただいてまして、はい、ダンススタジオの子どもたちを踊ってもらったりとかですね、県内の、アーティストをお呼びしてライブをやっていただいたりとか、そういうふうに音楽と、エンターテインメントをそのスポーツと絡めていくっていうところを重視してやっています。で、これ企画としては1年以上、いろいろ練り込んで、ね、はい、もうちょっとスタートするまでに結構もう練りに練ってこういう形のスタイルにたどり着きました。4年間その単発のイベントをいろんなところで開いて、こういろんなところで本当にやってみて、で最終的にミュージックタウンが一番その沖縄ということと、あとそのエンターテインメントとスポーツを合体させるっていうことで、いい場所なんじゃないかと。なるほど。おーおーおーシートーおーおー、やり返したぜパンサーズ。3点差シートシートー、コザの裏側。なんかこのクロスオーバーのこれだけじゃなくって、なんか他にもあるんでしょ、2部リーグみたいなの。そう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 、ありがとう、そう、2部リーグっていうのがあるんだけど、そんなこう激しく差があるわけじゃないわけ。あれ仲間の中でまた激しいの見せてくれるし、その辺をまたね、どんどん成長していくっていうのが見れるはず、いいね、沖縄市キングスだけじゃないぞと。だけじゃないよ、なんかね、これ見てて結構ね、退屈しない。もう展開早いし、DJ もいるしね、えまた実況も煽るから、だからさ、おーおーしか言ってない時もあったけどね。そう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 、おーおー名前言って、おーみたいな。そんなことないよ、俺もね、ちょっとチャレンジしましたよ、これ。マジで実況チャレンジ、実況チャレンジ後で見れますけどね。できた、ほんと、まあ近い感じ。コザの裏側。ミュージックタウンの楽屋ってこんななってんの。そうっすね。え、何、ミュージシャン。あ、違います、 MC です。MC？ バスケットの一応試合さね、はい、MC ってどういうこと。試合の、進行とか実況とかしながら、なんかノリでイエイエイやる。実況やるんだ、ライブでね。そうですね。これすごいテクニック必要じゃない。いや、適当っすよ。え、もう
なんかノリで。本当？はい。ちょっと僕もそれ、あ、いいんですか？お、本当。小沢のドラゴン。オッケー、ブランドン3、カモン。イエーイ。わお。お、名前覚えてきました。ブランドン3。すげえね。激しいよね。シンと、お。さあ、ブランドンがやり返す。ブランドン。ブランドンすげえな、おい。あなた前回のチャンピオン。そうです。はい、え、普段何やってんの？普段はバスケとバスケとバスケです。そればっかり。はい、すごいね。え、どうやったら個人のこのチャンピオンになれるの？まあ勝てばいいっていう単純なあれなんですけど、まあ一番は点数を取ることですね。まあそれそうだよね。結婚してんの？あ、そう。ミキトニーどう？ミキトニー可愛いんじゃないですか？お、本当。今日来ないんですか？あの一応向かってるらしいよ。あ、ありがとうございます。小沢の裏側。ブランドン。でかい。私さ、実は見たことあるわけ。あんの？別の音一番の1階でやってるイベントがあってさ。うん、その日あいつ負ける。負け。ちょっとやんちゃっぽいもんね。そうだからもう負けたからミキトに会えません。あ、残念。でもまた次回あるから。あっちはあんまり残念と思ってないと思うけどね。まあいいや。いや本当会いたかったよ。あ、そうですか。うん、いやでも本当にすごい。じゃあここからは、はい、ちょっと小座の裏側タイムということで、今日このクロスオーバーでもうお客さんもファンがこの辺いるわけでしょ。はい、常連のお客さんっていると思うんだよね。そうですね、結構いると思います。いるよね、もうね、はい、5回以上この会場に足を運んでるというお客様いらっしゃいます。あ、いますね。あ、いますね。ちょっとこちらに来ていただけますか。バスケット大好き。バスケット好きです。だよな、お前まあまあ酔ってるな。あのよ、このクロスオーバーの魅力を。すごいです。ね、お前中止しようとしてるの。だんだんすごくなってます。あ、うん、なるほど。今日もっとすごい。これもまた小座ならではじゃない？はい、そうです。そっか、ノブ。ミキトに紹介してください。OK、交代、選手交代。ちょっといらっしゃい。いらっしゃい、いらっしゃい。今日はどちらから？宮古島から来ました。宮古島？マジで？すげえな、みんなファンクラブで来てんだね。みんな宮古から来たの、あっちも。すげえね。クロスオーバーの魅力を全世界にこれウェブで流れちゃうから。沖縄のバスケ最高。小沢の裏側。あのね、うん、僕もねちょっと参加させてもらってね、 MC？ MC もやりましたけど、おうおう、あれも楽しくやってやりましたけど、実際やったんですよ。スリーポイント打ったんですよ。宮島のしんちゃんが3本中2本も入ったんですよ。嘘でしょ。ちゃんと証拠部位がありますか？絶対嘘。ちょっとどうぞ。レディーゴー。おーおー、宮島さん、おーおー、頑張った。おー宮島さん、おーおー、頑張った。おー、いや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 、いや本当だよあれ。最近平さん腕上げたんじゃないですかこれ。え、何 CG って言いたいの？違いますよ。すごいナチュラルに。いやいや、ナチュラルやりましたよ。100本ぐらい打ったんでしょ。じゃあ、いいえ、ちゃんと本当なんで、もう信じて。この後ね、すごいキーマン出てきますよ。僕ちょっとびっくりしたもん。あ、そう、うん、この人に会えた、インタビューできたっていうのはちょっとびっくりしたよ。キーマン、これバスケット好きの人は知らない人はいないんですよ。見てみて。マジか。マジマジ。コサの裏側。はい、浅田先生、はい、今日の試合いかがだったでしょうか？はい、ね、前シーズンから見てるんですけども、うん、今日はね、選手がとてもスキルアップしてる。で、面白い、うんうん、面白い、うんうん、でお客さんもね、相当期待してる、うんうんうん、で、あとはプレイヤーがその期間ね、もっともっとトレーニングするとさらに盛り上がる。でもう一つ、小さい選手頑張ってるけど沖縄の大きい選手はどうしたのなんだよ。そこもっと出てきてね、頑張ってほしい。で今日はね、ダンクも出てきた。出ましたね、うん、前のシーズンなかったこと、なかったことなんですよ。ダンクもガンガン来てるから、これはね、さらに盛り上がる。これはね、沖縄のバスケットボール界を盛り上げるためにもこういうイベントっていうのはやっぱり大事ですね。とても大事なんですよ。これはですね、青年男子の間違いなく強化につながるの。
強化ですよ、ね、こんだけ当たりの激しい、普段練習はね、こんな当たりはやらない、真剣にやらない、いやこれは練習の一環としてどん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 取り入れたら沖縄の国体は右肩上がりきっとなる。麻生先生、今後の沖縄のバスケットボールの未来をちょっとどういう風になってほしいかっていうのを一言。未来はね、やっぱり小学生、中学生、高校生、もっともっとね、スキルアップするためには、強くなるにはやっぱコーチが勉強しないといけない。コーチの熱意がまだ足りない。おっと、違う番組になってきたよありがとうございます。指導者陣も、ね、どんなところにも顔を出してもっと勉強すべき、熱意があればどっからでも吸収できる。もったいない、もったいない、もっと勉強する。すごい、ウーロン茶しか飲んでませんよ小座の裏側、うん、超有名じゃないですか。私でも知ってるよ、まあ、でしょ。おー、麻人先生、うん、そう、あの方はもう某有名なアニメ、バスケット、漫画か、はい、アニメにもなってましたけど、超有名漫画のあれのね、モデルになってるとかなってないとか、こういう感じでね、とかねあの漫画ねはい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 、そうそうそう、だからね、あの人がだから注目してるぐらいのものなんですよ。いや、これ本当一回見たらね、友達連れて行きたくなるの。たまるね。次は3月以降、これ3月4日金曜日、うん、これも全部音市場でしょ、はい、そうですね、2ヶ月に1回とかっていうルーティンかな、だいたいね。うなんかやってた、スポーツは全く全く、うん、私足が速いしかない、とりえ。ああでも足が速かったら、まあそうね、でもね、左利きなんですよ私。あ、じゃあだからこう、こう、うん、こんな感じやるなら左手でこう、なんていうの、ドリブルそういうレベルそっかそっかこぼしてんじゃんでも体を動かすっていいよね。あ、いいよいいよ、うん、これからいいか もうこれから春でしょ、夏でしょ、うん、夏の次は秋でしょ、だね、そして冬が来るね、うん、いや、やっぱりね、エンターテインメントと合体させてるっていうのがやっぱりミソで、うんうんうん、それはね、やっぱ行かなきゃ分かんないと思う。バスケット知らない人でもなんか雰囲気楽しいとかさ、うんうん、それはあるはずよ。音楽も鳴ってるし、うん、なんかこうプレーしてる、激しいプレーしてて、うんうん、そう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 、いいね、よかったな。もうとにかくね、もうしつこいだけど、もう一回見てもらっていいですか。待ったもう一回見てもらっていいですか、あれ本物ですかこれ。宮島さん、おー、あー、頑張った、おー、三橋亮さん、いや絶対じゃないよまた嘘これちょっと、これオンエア見た人はね、あれ本当だったってメール送ってくださいよ。あ、そうだね、うん、しかも今日メールないみたいよ、もう小座裏側にメール来てないみたい。そうそう、メール送ってくださいよ、ぜひ。何かね、こうやってほしいとか、ああやってほしいとか、うん、もうすぐあの最寄りの誰かに転送します。ほらね、すぐそう前千奈さんだったからすぐ転送する。いやでもそれはだからいいことですよ、だって相談を受け付けますよ、まあまあ、だから常に受け付けますよ。そうですけど、うん、なんかね、小皿で行ってほしいところとか、ね、小皿にこういうことチャレンジして、そうそう、うちらにチャレンジしてほしい。ああ、そうだね、なんかそういうお題というか、うん、そういうのもいただけたら。そうですね、無茶ぶり以外だったら何でも答えますよ。う、ね、もういよいよネタないのかとか思うなよ。いや、そんなことないよ。ありますから。あります、ありますから、ね、はい、ただいい、ね、転送するだけです。そこ押すんだ、ね、そうですか。